第6位が梅田雅也選手です。はい、おめでとうございます。梅田雅也選手、それから第5位西野博士選手、第5位西野博士選手、第4位高橋義孝選手です。第4位が高橋義孝選手、第3位に参ります。横田秀則選手、第3位横田秀則選手、第2位が中山隆選手です。第2位中山隆選手、優勝大西達也選手です。はい、おめでとうございます。さて、それでは第3位となりました、まずはゼッケン18番の横田選手からお話を伺います。お疲れ様でした。ありがとうございます。ちょっとガチャガチャやってしまって、まあ、タイトラーから、まあ、ピットから出られなかったんで、そこからもう全て失敗してしまったんですけど、まあ、結果的には2位争いに加われて、まあ、よかったなとは思います。ただ、まあ、当たっちゃったのは残念なんですけど、まあ、それは次回頑張ります。まあ、なんか今日は最初からちょっとバタバタしてしまったそうなんですけれどもね、でも堂々第3位となりました。さあ、それでは第2位の中山隆選手です。お疲れ様です。はい、ありがとうございます。地元なので頑張りたかったんですけども、はい、ちょっと25周っていう長丁場で持つかどうか分からなかったんで、はい、ちょっと様子見ちゃったところもあるんですけど、はい、まあ、たっちゃんがいい走りしてたんで、はい、まあ頑張った方だと思います、はい、そうですね、普段から比べたら周回数長いですもんね、はい、はい、疲れました。疲れました。やっぱりその辺の体力の配分とかもちょっと考えました、はい、はい、まあ、でも思ったよりも暑くなかったから、そうですね、ちょっとおじさんにはちょっと救われましたね、はい、そうですか、はいはい、さあ、そして頑張ってくれたたっちゃんということで大西達也選手、ありがとうございます。ありがとうございます。まあ、予選に比べて決勝は自分の展開に持ち込めたんで、なんとか勝てることができました、はい、中山さんとも一緒に走れたらよかったかな、はいはい、次の鈴鹿で可能性が、まあ、かなり低いですけど、うん、あると思いますので頑張りたいと思います、はい、次はじゃあ鈴鹿でまたね、頑張ってきていただきたいと思います。